今日はスシローに来ました。イエーイ、リミちゃんスシローに来ました。イエーイ今日は女3人です。今日パパさんが、ね、お仕事でいないので女3人で来ました。はーい、イエーイ。くら寿司の方が良かったかな。くら寿司と迷ったんだけどどう、いいですか。あ、わさび来たよ、リミ。わさびいっぱいいっぱい、はい、ありがとう。グー、アジと納豆とサーモン。このさ、うん、これ食べようって思ったんだけど、どう思った？あ、美味しそう。食べな。それ美味しかったよね、前。うん。食べましょう。じゃあ、いただきます。うん。ママもどうぞ。ありがとうございます。はい、そう。また美味しそう。意外と美味しそう。いただきます。はい。どうですか、安定の納豆。グーですか。なんとしーちゃんはさ、運動会さ、伸びちゃってさ、まだやってないんだよね。うん、まんまと雨になりました、うん、朝からで中止で、明日なんだよね。延期、明日だよね。頑張ってね。頑張ります。最後の運動会だからね、泣いても笑ってももう最後、小学生のね、ね、体育祭とか楽しみだな。あ、でも体育祭の方が絶対楽しいよね。うん、もうこれは間違いない。あ、幼稚園じゃないや、小学校の運動会なんてもう本当 ね、比べ物にならないぐらい、やっぱり中学、高校が楽しいのかな、やっぱり体育祭って言ったら、ね、どうなのみたいな。楽しみだな、ね、まあ、これからね、まだまだ、まだまだ青春ができますよ、しおちゃん。リミちゃん食べっぷりがいいですね。もう2皿食べた。リミがも最近納豆食べるね。めっちゃ大きくない？なにこれ、すごい。あれだ、これだ。これがジャンボカニカマ天。美味しそう。ね、美味しそう。美味しそうだよね、何気にね。やばい、やだな、明日運動会。なんで？やだの？うん、ビリ確定なのね、私。確かに、それずっと言ってるやつ。もう辛い。頑張るわ。うん。一応頑張ってみようと。うん。ちょっとね、皆さんなんか足早くなるって、一日で足早くなることないかな。ないよ。そんなのやってたらみんなやるでしょ。リミちゃん、しほちゃんにアドバイスしてあげて。速く走るコツを。そうだよ、リミちゃん。うん、リミ速いんだから。そうだよ、リミちゃん。どうすれば速く走れるの？手？手をこうするの？パーにして振るの？え、グーで走ってる人っていいの？いるよ、いる。パーにしながら。グーで走ってる人もいるって絶対。いるいる。お前の曲それじゃないよ。それ極端すぎだって。ほら、いるよ。で、パーにして走るの？どういう感じで？こういう感じね。それとそれぐらい。まだあるでしょ、なんか。リミちゃん流の速く走るコツは、前を見るとかさ、すごい先を見て走るとかさ、うん、なんだろう。何も考えてない。何も考えないが一番いいらしいですよ、お姉さま。マジ、うん、手をパーにして、よく振って、え、それじゃないでしょ。それはちょっとおかしいでしょうよ、普通に考えたらね。マジ、うん、これがね、
そうですね、それで何も考えずに走ることだそうです。これ美味しいやつじゃない？ね、本当に美味しいんだよね。うん、そう、いただきます。はい、ひみちゃんももらったら。そう、美味しい。食べな、また頼めばいいんだし。美味しすぎて手が震えてるそんなに？いいよ、食べな。そんなに、うん、どうかな、りみちゃんも手が震えるかな、美味しすぎて。うま暑いから気をつけて、ね、あ、じゃあ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 、髪の毛が暑いからフーフーしないと。どう？グー。しほちゃんは一人で震えてるけど。美味しいですか？震えるおいしさ。震えるおいしさ。みんなも本当食べてほしい。マジで美味しい。だそうです。なんだっけ？手羽から揚げですね。こだわりの手羽から揚げ。これね。うん。これ。マジで美味しい。はい。お、なんかブロッコリーサラダ来たよ。はい、好きだね、それもね。大好き。ブロッコリーサラダ来ました。これしーちゃんの大好物。なんかさ、来るたびにちょっと違くない、うん、なんか若干ブロッコリーサラダって、うん、違うよね。なんか店によっても違う。そうそう、店によっても違うし、なんか違う気がする。来るたびに変わってる。なんか来るたびに変わるよね、これね。今日はこれでした。毎回頼んでると違いが分かるよね。あ、今日なんか違う。卵入ってる。そう、だからなんか違うよね。すごいまあでも美味しいけどね。美味しいね。うん、これはこれでありね。ありだね。最近マグロにハマっているりみちゃんです。サーモンよりマグロになっちゃったね。うん、結構食べたんじゃない ?1,2,3,4,5,6皿。いいですね、今日も。最近 YouTube にりみちゃんがあまり出てこないからみんな寂しがってるよ。りみちゃんもよろしくね、みたいな。りみちゃんの出演率が少なすぎて。りみ出せよ、ごめん。今日は興味ねえんだ。そんなこと言ってないよ、そんなこと言ってないけど。りみちゃんの出演がすごい少なくなっちゃったからね。りみちゃんはどうしちゃったのって。リミ通せよ、ほら。そんなことは、まあ、柄悪すぎだから、そんなそんなことはないよ。あ、美味しいですね。カネーブタン来ました。いいな、何食べるの？何するの？写真撮るの？うん、カレーうどんの？うん、これ食べていいかな？うん、いいよ。今だけ復活だって、人気あるんだね。オッケー。ミートボール。いただきます。はい、どうぞ。やばー、美味しそう。美味しそう。混ぜちゃうね。うん。もうカレーとネギの相性が抜群だよね。確かに。これは、そう。あ、やばー、美味しそう。見て、見ても、この、この色よ。キラキラ。キラキラなのか。ウケる。溶けないようにね。見て、年下にね、うん、注意される。そう。年上の声だ。やば、耳はね、こぼさないけど、しほちゃんすごいんだよね。どうですか？なんか甘い。甘いんだ。甘辛って書いてあったよね、そういえばね。
あるから来る辛さ。うん、甘くて辛いじゃない、やっぱり。甘辛だ。甘辛だね。甘辛だ。感動してんの、それで。え、やば。美味しい？美味しいです。よかったです。ミートボール来ました。おいしそう。かわいい。ママのね、小さい頃のお弁当にはいつもミートボールが入ってました。用事にね、2個刺してね、入ってた。なかった。ん、今年の運動会にはミートボールなかったでしょ。カレーうましーちゃん棒読みだったよ。ふーんふーんって。また棒読みだったけど。ひどいね。誰得な話かなと。ひどい。いや、リミがさ、ミートボール食べ、おっとっとっと落ちる、おっと落ちる。ミートボールってさ、うん、無性に恋しくならない？食べて恋しくなる。たまに食べるとめっちゃ美味しいよね、ミートボールって。わかる。タルト来ました。イエーイ。リミちゃんもタルト頼みましたね。二人して仲良しじゃん。あは、これ食べよう。最近あんま喧嘩しなくなったよね。それな。食べないから。ダメよ、そんなこと言ったら。食べないからとか言わないでよ、淡々と。寂しいね。それな。え、このタルト生地に、うんうん、チョコとマシュマロが、うんうん、これマシュマロなんだ、上に乗ってんの。マッチングしてんのよ。マッチングアプリしてんの。マッチングアプリですか。マッチングしてんの。マッチングしちゃった。しちゃって。ラブラブです、ね。ラブラブの。で、そこにさらに、うん、オレンジくんが来て。オレンジくん。もう絶妙な三角関係よ。マジ？美味しい。三角関係でいいわけ。うん？三角関係でもうまくこう調和してる。だからマシュマロとチョコレートの間に、うん、オレンジが入ってきて。ああ、なるほど。取り合ってんのよ。取り合ってんのね。マシュマロを。そっか。それがまたいい味を引き出してるってことね。みーちゃん漫画飲みすぎ。漫画飲みすぎ。姉は漫画飲みすぎ。確かに確かに。今ね、恋愛ね、漫画に超ハマっててね、毎日恋愛漫画見てニマニマしてるんだよ。もう最高とか言っちゃってるの。やばいよね。妄想だけはすごいと思うよ、しーちゃん。漫画飲みすぎでね。妄想したことないよ。そっか、妄想はないのだそうです。ちゃんちゃん乾杯。運動会お疲れ。お疲れ。一人醤油持ってる人いるけど。私頼んでないもん。じいちゃん飲まないもんね、飲み物ね。そう。水命女だから。乾杯。なし。じゃーん、2個目のデザート。じいちゃん声枯れた。え？今ね、ちょっとね、動画外でね、めっちゃなんか喋っててね、声枯れましたし。枯れたかもしれない。やばい。あ、来た。行ってきます。はい。なんか可愛くなったんじゃない、これ。ちょっとね、ね、美味しいんだけど。え、美味しいよね、ミルクレープってね。大好き。美味しいよね。今日はしほちゃんは1、2、3、4皿にこの肉、ケーキ2個とブロッコリーサラダですね。あ、違った、カレーうどんもあった。まあまあ食べてる方か。リミちゃんは今日すごいんだよね。1、2、3、4、5、6、7皿にケーキとオレンジ、リンゴジュースだね。今日はすごい食べましたね、珍しく。そっか、今日はおやつ食べてないからね。いっぱい食べれたね。じゃあママは朝ちょっとしか食べてない。あ、そっか、朝焼き芋食べたの。